ニコラプスさんの1633年から1634年の絵画黄金の子牛の礼拝。ロンドンナショナルギャラリー所蔵。金の子牛は旧約聖書のデエジプト期32章に登場する牛を片切った黄金の像である。カナンへ向かう途上の市内砂漠でイスラエル民族によって作られたとされ、同書では中蔵の子牛とも呼ばれている。 金の孔子ニュルンベルク年代記の差し絵、デイエジプト記によると、モーセがシナイ山において、神から十回の石板を授与されるまでには40日の期間を要したとされているのだが、ふもとに残されたイスラエルの民は時間の経過とともに忍耐力を失い、ついには、モーセは死んだと思うようになった。不安になった民は、アロンのもとに相談に出向き、苦肉の策として、 民族を導いてくれる新しい神の政策を、懇願する。アロンはそれに応じ、全民衆から貴金属の提出を命じる。こうして、鋳造の金の格子が完成したのである。これを知った神は激怒し、一刻も早く下山するよう盲瀬に命じる。神は民を滅ぼし尽くすとまで言うが、盲瀬になだめられ思い直した。盲瀬が下山して、宿営地に戻ったところ、民衆は縁に興じながら、 金の子牛を拝んでいた。怒りに満ちたモーセは十回の石板を破壊するや、稲や金の子牛を燃やし、それを粉々に粉砕して、水に混ぜ、イスラエルの民衆に飲ませた。そして彼は、レビ族のものを集め、偶像崇拝に加担した民衆の殺害を命じる。同書では、その時死んだ民衆の数を3000人であったと、述べている。旧約聖書、民数記に神を、 牛の角に例える部分があること等から、この金の子牛は、ユダヤ・キリスト教の唯一神であるヤハウェの原型だったと考えられている。すなわち、金の子牛崇拝は、異教の神を崇めるのではなく、偶像の姿で表されたヤハウェを崇めることだったので、ある。お牛を崇拝する信仰自体は、古代世界では決して珍しいものではなく、例えばメンフィスでは法上の神。 聖牛アピスを守護神として建て祀っていた。坂原にある王家の墓では、地下に埋葬された石棺の中から、防腐処置を施された約60頭もの王子が発見されている。そのおののが生神として噴せられており、傍らには双子の諸女が純葬されていた。また、王子は、フェニキアのエール神や肌戸神のシンボルでもある。一般的な解説では、金の子牛が作られた理由に、 モーセの帰還が遅れたことを挙げるのだが、これは、裏返せば、イスラエルの民衆が、かねてより認識可能な民族の象徴、すなわち、実体のある神を望んでいたことを意味している。モーセが示した実体のない神という新しい概念は、エジプトで生まれ育ち、エジプトでの宗教を体験した彼らにとっての神という概念に対して、覚醒の感があったに違いない。一説によれば、 デエジプトキの幕屋建設に関する指示は、金の講子の事件の反省から、より実定性のある信仰を民衆に与えざるを得なく、なったからだとしている。ありがとうございます。